大臣の発表を行います。豊島さんと申します。よろしくお願いします。まず環境難民という言葉について説明したいと思うんですけども、環境難民というのは、地球の自然環境の変化や環境破壊によって生じる難民のことです。比較とは別に正確な定義があるわけではないので、大体こういうようなものだと思っていただければと思います。で、その代表的な例としてご覧になれるのが、島そのものが水没してしまうと呼ばれているツバルです。水没の原因は温暖化であるとか地盤沈下が原因じゃないかとかいろいろ議論されてるんですけども、実際問題として年間75人がニュージーランドに既に移住をしています。別の例として挙げられるのがハリケーンによる災害です。アメリカやメキシコなんかでハリケーンによる大きな被害というのが頻繁に出てるかと思うんですけども、特にその被害が大きい場合、町中のほとんどの建物や電気水道なんかのインフラシステムも全て破壊されてしまって、もともと住んでいた町に戻りたくても戻れないという方々が、多く発生しています。で、こういう人たちも環境難民と呼べるんじゃないかという話もあります。で、環境難民の説明をしてきたんですけども、ここに一つの予測があります。 IPCC の予測によると、バングラデシュは2050年までに地球温暖化による海面上昇で陸地の 17% を失い、2000万人の環境難民が発生するという予測があります。ちなみに海面がいくら上昇するかという予測を合わせてありまして、 IPCC では 0.18 から0.59m で、別の機関である WWF では最大 1.2m まで上昇するんじゃないかという予測もされています。で、今回はこの予測を受けて、じゃあ実際に海面が上昇した際の影響について自分で考えて自分で分析してみたいと思います。まずはなぜバングラデシュにおいてこんなに被害が大きくなってしまうのかという原因を考え、3つの原因を考えました。原因の1つ目なんですけれども、高い人口密度です。現在、2005年時点でのバングラデシュの人口密度は日本の約3倍あります。で、このままの勢いで人口が増え続けると、2050年は人口密度は7倍に達するというような予測が提示されています。で、これは日本の人口密度を表した図なんですけども、見てわかるとおり、東京、大阪、名古屋の都市部に人口が集中していることがわかるかと思います。で、次にこれがバングラデシュのものです。で、緑色のところが人口が多いところで、青が人口多いところなんですけども、日本と違って全体的に、これ日本でバングラデシュなんですけども、全体的に緑色がかかっている、つまり全体的に人口がすごく多いところになるかなと思います。で、原因の2つ目が地理的特徴です。バングラデシュは国土の半分以上が海抜7メートル以下に位置しています。で、その海抜の低さというのがいまいちイメージしづらいかなというふうに思ったので、今回はグランドマップスというのを使おうと思います。で、これは海面がいくら上がると世界でどれだけの部分が水没するかというのをシミュレーションするために作られたものです。で、これがその画面なんですけども、これは、0メートル、海面が0メートル上昇したとなり、現状のバングラデシュの海面の状況です。で、水没するところは青くなっていくので、ちょっと見てていただければと思います。1メートル上がるとこうなって、3、5、10というふうにこれぐらいの面積が水没してしまう。で、10メートル上がった際には国土の半分ぐらいが沈んでしまうということになっています。で、ちなみにこれは日本の場合なんですけども、これも、ちょっと見ててもらいたいんですけども、1、3、5、10というふうに、都市部中心にちょっとだけ沈んでしまってますけども、地図の面積としてはバングラデシュと比べると全然違いますねっていうのが分かるかと思います。で、原因の3つ目が貧困です。バングラデシュの人口の約 80% は農業によって生計を立てているんですけども、そのうち農民の 60% は自分の土地を持っていない土地なし層です。で、土地がないがゆえに、危険だと分かっていても沿岸部での農業に従事する必要があり、
そういう人間が多くなればなるほど必然的に被害が大きくなるものと考えられます。で、これまで原因を考えてきたんですけども、それでは実際の分析に入りたいと思います。今回は実際に海面が1メートル上昇したときにバングラデシュにどのような影響が出るのかというのを分析したいと思います。で、そのために GIS という地理情報システムというのを使うんですけども、これはまあ簡単に言うと、さまざまなデータを空間的に分析するようなものだっていうふうにイメージしていただければと思います。で、使用するデータは、各機関が出している標高データ、人口データ、植生データの3つです。で、これ今回の、分析のイメージなんですけども、3つの分析を行います。1つ目が1メートル上昇で水没する面積、2つ目が1メートル上昇で水没する人口、3つ目が1メートル上昇で水没する水田地帯の分析を行います。で、最初に面積の分析です。これが実際の GIS の画面なんですけども、今この標高データを読み込んでいる状態で、緑が標高が高い、水度が低い部分を表しています。で、このデータのうち水没してしまう、つまり標高が1メートル以下の部分を青、それより高いところを黄色というふうに分類、色分けするとこうなります。で、この青い部分を計算すると、14,420 平方キロとなり、1メートルの上昇で国土の約 10% が沈んでしまうということが分かりました。で、続いて人口なんですけども、これが、人口のデータを読み込んでいる状態です。赤が人口が多い地点、緑が人口の少ない地点です。このデータに先ほどの海面1メートル上昇時に水没してしまう面積のデータっていうのも掛け合わせるとこうなります。で、つまりこれが、海面が1メートル上昇した際に水没してしまう人口というものを表しているデータになります。で、これ計算すると、約1338万人、つまり1メートルの上昇で1338万人の環境が出るんじゃないかという結果が出ました。で、次に海面上昇がバングラデシュの主要産業である稲作に与える影響を分析します。このグラフはバングラデシュの品目別の生産高のグラフなんですけれども、米の生産高の見極めて高いということが分かるかと思います。で、当然海面上昇による被害も大きくなるだろうということで分析をしました。で、まずこれ植生データというものを読み込んでいます。植生データというのは土地の利用状況を、20品目の分類したもので、その20品目の表がこちらです。で、針葉樹林であるとか、マングローブであるとか、いろいろあるんですけども、今回は12番、ハニーフィールドって書いてあるんですけども、これは水田を表していますので、この12番のみを使用します。で、この20種類の、品目が組み込まれている状態から、12番のハニーフィールド、水田